そして滝川元気監督です。どうぞよろしくお願いします。お願いします。やっぱりね、ちょっと雰囲気違いますね、やっぱり ね。さあ、それでは早速皆様に一言ずつご挨拶をいただければと思いますので、じゃあまなみちゃんからお願いします。はい、映画鬼ガールで、主人公の鬼ヶ原桃佳役を演じさせていただきました江頭まなみです。今日はお忙しい中、皆さんこうして足を運んでくださり本当にありがとうございます。今日は短い時間ですが、どうぞ楽しんでてください。よろしくお願いいたします。ありがとうございます。そして隣は監督でございます。滝川監督お願いします。はい、こんにちは。大阪奥川町出身の、今回鬼ヶ原監督させていただきました滝川元気と言います。僕はですね、大学時代からこの映画監督を憧れて、大学の卒業制作の時にこの場所で映画上映したいなと思ったんですけど、まあいろんなことがあって断念して、そんな思いから10年この鬼ガールを引き下げて、この場所で、それも大阪文化芸術、フェスのタイミングで、しかも憧れの大貫拓人さんとこうやって、ありがとうございます、本当にこちらで舞台車付きで上映させてもらうということが一つ10年越しの夢が叶ったんだと思っておりまして、すごく光栄でございます。今日は映画、楽しんでいっていただけたらなと思っております。よろしくお願いします。よろしくお願いします。ありがとうございます。まあ、こうやって10月9日、まあ、大阪先行公開でまず関西の皆さんに見ていただきたいで、実はその前にもう奥川地では何度か試写会も監督されてるんですね。はい、関係者向け試写をさせていただきまして、あと読売新聞社さんからですね、読売新聞購読者向け試写もさせていただいてまして、ええ、かなり好評で、あ、はい、そうですか。劇場の外で僕挨拶させてもらってるんですけど、多くの方が泣きながらよかったよって言っていただいてます。嬉しい嬉しいですよね。ちょっとハードル上がっちゃいましたね、まあ、えハードルが上がっちゃいましたいやいや、でもね、この作品が、まあ、関西の皆さんには早く見ていただいてね、その感想を本当に聞かせていただきたいと思いますけれども、まなみちゃんもこれ初主演でね、はい、それも関西が舞台であるっていうのはもうどうですか。関西ご出身でしょ。そうです、私も大阪出身で、ね、ほんまにこの撮影場所の奥川地の場所も本当に近くて、うん、私が住んでいる場所から、なのでなんか馴染みのある場所でこう作品をそれも主演でやらせていただくってことは本当にご縁というか、本当に感じましたし、これは本当に頑張らないといけないなというふうに感じましたね。そうですよね、はい、やっぱりマネージャーさんなりこうお話を聞くんだと思うんです、その初主演だよ、はい、その時どう思われたんですか。そうですね、もうやったって言ってもうハイタッチしましたねそうですよね、はい、でその後、まあ、キャストの皆さんが徐々に分かっていって、もうかなりこう濃厚な皆さんが出てらっしゃいますけど、まあ、いわゆるね、まなみちゃんも座長ですから、いやいやいや、そこの意識はどうだったんですか。そうですね、でも最初はちょっと頑張らないとって気を張ってしまっていたところはあったんですけれども、本当にみんな同年代のキャストも多かったので、本当に学校生活のようにこうクラスで一致団結するっていう感じだったので、あまりその座長みたいなところは意識せず逆に取り組んで作品を作りましたね。なるほどね、はい、友達同士の仲の良さみたいなところもね、まあ、この作品は丁寧に描かれていて、そこはみんなでこう一緒にご飯食べたり、はい、それ共同生活してたんですよね。そうですね、約1ヶ月間その奥川地にみんなでオールロケだったので、そこにずっと泊まっていたので、本当に地元の方にはご飯の炊き出しだったりとか、あとは送迎 の送り迎えをしていただいたりとかして、みんなでお風呂入ったりとか、ほんまに合宿生活をずっと送ってる感じで、本当に楽しかったです。監督、やっぱりこの奥川地のね、撮影中もやっぱ心に触れるっていうことはよくあったんじゃないでしょうか。そうですね、険しい道を登山していく時なんかは、地元のクルーで、地元の応援団の皆さんで15台20台ぐらいに車振り分けて、うん、みんなで車乗せていったりとか、朝4時5時から準備したりとか、もう前日2時3時に明日の予約をしたりとか、はあ、いろんなことを全部フレキシブルにやっていただいて、もうクランクアップした日には全員で泣きながらこう肉つついたのを覚えてますそうですよね、はい、ちょうど撮影されたのが去年のいつ頃でしたっけ。
6月の末ぐらいか7月の頭にかけてですね。そうです、6月12日に大阪府庁で、はい、あの吉村知事と一緒に会見して、その3日後の15日から撮影始まりました。はい、なるほど、はい。まあ、約1ヶ月半近くのこう撮影だったと思いますけど、まあ、ここで皆さん見ていただくその奥川地の印象的なシーンがあって、これは多分出演されていたらいろんなところね、撮影ポイントで行かれたと思いますけど、うん、意外とこういうとこ知らんかったな、すごい魅力あるってどうでしょう、発見は。そうですね、あの私は桜の満開の道があるんですけど、あの本当に桜の季節になるともう並木道、その桜の並木道がすごく綺麗で、なんかそこに行ってあのお花見したいなっていう風にすごく思ったので、冒頭で出てくるんですけど、すごくそこでまず心奪われそうになると思うので、ぜひ楽しみにしてもらえたらなと思います。そうですね、はい、これ中身をね言うともうちょっとネタバレになるのあれなんですけど監督はここが好きだなっていうのありますか、ここのシーン。もうねたくさんあるんですけど、まあ何個か言うと、一つはそのやっぱ大阪河内長野というところはとにかく山が多いんで、坂道が多いんですけど、もう井頭さんがもうすごい勢いで坂道を鬼こぎしてるので、そこがまず一つ目のポイントでございます。はい、まあ、もう一つはやっぱりキャストが全員個性的で、もう板垣瑞希さんも桜田ひよりさんも灰原海星さんも全員個性が溢れてるんで、あの普通の人一人もいないみたいな。そうなんですよね、はい、そうですね、はい。僕はあの宇都宮真紀ちゃんのね、あ芝居がいいんですよ、はい、彼女が結構ぶっ飛んでて、はい、あの普段、まあ、あのテレビで見る感じとはまた違いますよね、お芝居はまた独特ですよね。そうですね、なんかね、あのセリフ自体10秒ぐらいで終わるんですけど、ちょっと意地悪して1分ぐらい回し続けて、ずっと後半アドリブみたいなねあ、そうだったんですか面白かったですよね。いやすごい、あのさすが吉本新喜劇の方だなと思って全然あの台本には普通の先生のセリフを書いてあるだけなんですけど、本当に宇都宮さんがやるともうどこからその先生出てきたみたいな感じなのでぜひ楽しみにしてもらいたいですね。そこはすごいんでぜひ見ていただきたいんですけどね、はい、でもあの監督すごい奥川地の綺麗な自然がね、あんなとこあるんですね、棚田とか。そうです、本当に、はい、あのスタッフもみんな実力派の方ばっかりで、京都の昔からの撮影所上がりの方であったりとか、あの最優秀のアカデミー賞を取ってる方とか、東京京都のすごい優秀チームが集まっていただいたんで、あのより一層綺麗に撮れてるんですけど、やっぱり河内長野の持ってるポテンシャル、奥川地の持ってるポテンシャルとして、やっぱあんなに滝綺麗やったっけとか、 あんなに綺麗な棚田やったっけっていうぐらいで、また全部天気も晴れてくれて、はあ、もう天気も味方してくれて美しく撮らせてもらいました。そうなんですよ、はい、まあ、僕らは子供の時よく行った関西サイクルスポーツセンターとかね、そういうのもあのちらっと出てくるんで、あ、ここ知ってるみたいな、すごいもう本当関西の皆さんにゆかりの場所がいっぱい出てくるんですけどね、まあ、この作品はね、もちろん大阪だけじゃなくて日本だけでもなく、いろんな方に見ていただきたいなと思うんですけど、実は監督、はい、素敵なお知らせがあるんですよね。そうなんですよ、あの本当まだどこにも行ってないんですけど、なんと先日連絡がありまして、アメリカニューヨークで毎月開催されているニューヨークフィルムアワードというニューヨーク映画賞というのがあるんですけど、そこで最優秀ファンタジー賞と、あの初監督長編作品賞とダブル受賞しました。嬉しい、本当に嬉しいです、ありがとうございます。嬉しい、ということはニューヨークの映画関係者も見てるってことですよね。そうなりますよね、うん、ニューヨークっていうのがこう世界中のアーティストが集まってるナンバーワン競うところで、あの毎月行われてる賞ですけども、そうやって一つあの賞いただけたことはすごく誇らしく嬉しいなと思います。いや改めておめでとうございます、はい、本当に。ありがとうございます。というですからまあね、さっき言ったように世界というのにも一つリンクしたというのがこの作品であります。で、まあ、監督から素敵な、ね、発表があったばかりですが、さらにですね、実は皆様に、お楽しみいただけることがありまして、本日実はあのスペシャルゲストにもお越しいただいています。で、まあ、この作品には非常に欠かせない、特に音楽の部分なんですが、その音楽のプロデューサーを務めておられます、紹介します。元 The Blue Hearts のドラマ梶原哲也さんです。どうぞ。栄光に向かって走る、あの列車に乗っていこう、私のまま
よろしくお願いいたします。はい、よろしくお願いいたします。梶原でございます。いやー、梶原さん、僕ね、音楽プロデューサーと聞いて、はい、あ、もう陰でやってらっしゃるのかなと思ったら、ええ、監督結構梶原さん出てますよね。もう今回寺社仏閣、お寺さんもすごく協力いただいて、ありえないところで全部撮影してるんですけど、梶原さんが行ったら全部みんな OK ってことで。そうだったんですね。あと、まあ絵に迫力も出るんで、本当に音楽の神様、鬼様が、はい、出ていただいてるってことですね。いいですね、はい、ね、僕も、まあ、これ多分皆さんも一緒だと思いますけど、梶原さん出てくるんですけど、梶原さんばっかり見てしまいます。いえいえ、そんなことないですよ。はい、絵が強いなと思いながら。そんなことはございません。いや、思ったんですけど、どうですか、この音楽プロデューサーの話が先に来て、そこからまあご出演という流れだったんですが、どうだったんですか。そうですね、まずですね、滝川監督の先輩の、下山監督という方がおられまして、その方はブルーハーツの短編映画を撮っていただいておりましてですね、ブルーハーツの曲のテーマにした。で、その下山監督からですね、大阪に熱い男がおると、ぜひ この男が長編を初めて手掛けるから、ぜひ協力してもらえないだろうかっていうところでまず紹介していただいて、で、会ってもう 2,3 時間でね、もうなんか意気投合しちゃって、で、聞いてみたら、実家が河内長野の歩いて5分の距離だったっていう、これ本当偶然なんですけれども、もうそんなことがあって、もうこれはもうご縁に導かれているとしか思えないなと思ってですね、私もすぐ OK して、はい。そうですか。はい。まあでも、どうでしょう、梶原さんにとってね、こうブルーハーツの曲は、まあ、特にこの映画の中だったら気になってるし、うん、若い人たちがやっぱりこう継承してやってるっていうのは、うん、どういう気分になられましたでしょう。そのね、わからないんですよっていうか、もうすごく嬉しいんですけれどもね、それはね、本当にもう、今年で結成35周年なので、そのもう全然リアルタイムの子供たちではありませんし、その子たちがまたやってくれてるし、けどなんかその一生懸命ね練習してくれたんですよね、もうやっぱりなんかやる以上はかっこよくやってほしいと思ってですね、一生懸命鍛えました。そうですか。はい、それに応えてくれました。はい、そう、そのシーンもあります。はい、本当に、まあ、ここはもうこれ以上言えませんけれども、実は梶原さん、え、終わってからこの上映後ですね、はい、素敵なパフォーマンスをやっていただけるという、はい、なんとありがとうございます。これはどういったことなんですか。はい、この鬼ガールのですね、重要なポイントとしてですね、お寺さんでのごま法要、それと奉納演奏、和太鼓とドラムの演奏が入って、そういうシーンがございます。それをですね、まあ火を焚くことはできませんけれども、再現して和太鼓と後ろにもドラムをセットしてありますから、ドドドドドドーンとやってみたいなと思っております。これはちょっと楽しみしてます。ありがとうございます。ですので、映画を見終わった後にですね、はい、また特別なスペシャルライブがありますので、こちらも楽しんでください。はい、ではちょっとね、もうそろそろ映画の上映の時間が近づいてきたので、まず写真撮影に移りたいと思うんですが、マスコミの皆様の写真撮影では、マスコミの皆様ちょっとスタンバイをお願いしましょう。中央に今ぐっとお集まりいただいておりますので、ではちょっとスタンバイ、そうですね、スタッフの皆さんもどうぞよろしくお願いいたします。じゃあその後皆様にも携帯内で撮っていただけるという時間を設けておりますので、はい、ではちょっとよろしいですか。はい、それではマスコミの皆様、まずはセンターから目線をいただきまして、写真を撮ります。よろしくお願いいたします。もうちょっと下ろす感じですか。下ろす、はい、それではお願いします。どうぞ、はい、よろしいですかね。どうでしょう。はい、ありがとうございます。よろしいですかね。じゃあ次は、こちらムービー行きましょうか。じゃあムービーの皆さん、あ、そちらにいらっしゃいました、すみません、はい、今手を挙げていただいております。で、どうしましょう、こうちょっと、あ、でもどっちも持ってはりますもんね、はい、ちょっと体を動かしていただいたりして、はい、はい、そうですね、ありがとうございます。いやー、だからね、昔はこうやってわーって声出したもんなんですけど、今声出せないんでね、本当ね、今ちょっとこういう感じでやっておりますが、はい、どうでしょう、はい、いい感じですか。ええ感じで撮れてます。はい、ありがとうございます。
じゃあ続きまして、あ、もう一回じゃあ注意をいただきましょう。はい、ではお願いいたしましょう。はいはい、ありがとうございます。では続きまして、本日ご来場いただきました皆様の写真撮影タイムに移らせていただきます。じゃあ携帯をお撮りになってですね、ぜひお写真を撮ってみてください。それではどうぞ。では、まずどうでしょう、真ん中の皆さんお撮りいただいて結構ですよ。どうぞ。はい、撮ったらあれですね、 SNS でどうやったって言ってくださいね。今日の映画の感想なんかも添えていただければと思います。関西の皆さん、10月の9日から先行で公開ですので、そちらに、ぜひ目がけて皆さんで盛り上げていければなというふうに思いますので、お願いいたします。はい、よろしいですかね。じゃあちょっとそうですね、こちらの方向いていただきまして、はい、左にちょっと目線いただきまして、左の皆さんもお撮りいただきましょう。はい、どうでしょうか、よろしいですかね。はい、ありがとうございます。で最後、じゃあ右の皆様にもじゃあいただきます。はい、こちらですね。はい、お写真を撮りいただいてます。よろしいでしょうか、大丈夫ですかね。はい、ありがとうございました。それではスタッフの皆様、はい、最後にコメントをいただきまして、そこから作品を皆さんに見ていただきます。さあ、いよいよ、皆様にこれから作品を見ていただくんですが、その前にですね、本日ご来場の皆様へメッセージをお願いしたいと思いますので、じゃあ梶原さんお願いいたします。はい、本日はどうもありがとうございます。青春鬼ロックムービー、もう視聴するロックミュージックがガンガンかかりますんで、そこも楽しみに聞いてください。どうもありがとうございます。はい、お願いします。じゃあ真奈ちゃんお願いします。はい、この後上映されるんですけれども、くすっと笑えるような、大阪ならではの面白いシーンがあったりとか、私もコメディに初めて挑戦したので、ぜひ笑っていただけたら嬉しいなと思います。今日は本当にありがとうございました。楽しんでてください。ありがとうございました。ありがとうございます。では滝川監督です、お願いします。はい、この映画気合い入ってますということで、あんまり深く考えず、とにかく浴びるように、感じるままに楽しんでいただけたらと思ってます。そしてこの後半はですね、映画連鎖劇っていうのが始まってますが、その連鎖劇が終わって、映画が終わったらこのスクリーンが上がって、もう一回ステージがあるというリアル連鎖劇が始まりますので、本当に最後の最後まで楽しんでいただけたらと思います。よろしくお願いいたします。今日はありがとうございました。ありがとうございます。ということで、鬼ガール特別社会舞台挨拶をこれで終了とさせていただきます。改めて梶原哲也さん、そして東田真奈美さん、滝川元気監督でした。ありがとうございました。皆様、また来てありがとうございます。